あ、そちら、そちら、そちら、左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 。うわぁ！あぁ！これは違うんで、みたいな感じだけど。インボスの時、いや、それは違うんで、ってなるよね。アングリパイク。黒、茶色、オレンジ。わあ、あれかな、あれかな、マジか。黒、茶色、オレンジ、赤、白です。黒、オレンジ、赤、まあ、不可能です。あ、不可能を出します。はい、ミーティングにいたのが、ドズール、アングリーバイク3、センタン3、そして最後、クロムさんです。はい、ドズール、アングリー、センタン3、クロム。昨夜、気になってたんですけど、停電だ、直線だったかな、問屋さんが。宿舎から下に抜けていってたんですけど、はい、あれは合ってます合ってます。宿舎にめっちゃ人いてたんで、あ、やっぱタスクするかって引き返したからですね。でそしたらちょうど停電になったので、キッチンまで行って最後ギリギリ砂亀さんを見てます。はい、ちょっと切らせてください、ごめんなさい。なぜなら寺蔵さんは貨物室だからです。貨物室脇で、ラウンジアーカイブの方に行っているので、この証言が出るんだったらそこら辺むしろになるので、場所だけ言ってください。この情報元に白出せる人を言ってください。砂亀キッチンです。キッチン巻きです。砂亀さん見てます。あとでさん無理か、はい、俺メインです。滝さんは目撃証言ないと。あれいう感じですか。拓也さんは、拓也さんはヌーンの乗ってたらなりました。音聞こえてるかな、はい。停電直してるの砂亀以外にもう一人いましたよね。誰ですか。テラゾーさん、証拠機右ってことですか。あ、貨物室で寺戸さん直したのかってことは停電勝ち合ったんですよ。ああ、なるほど。そのため展望デッキで直したんで。ラウンジの方アーカイブまで行った。アーカイブの方に行った。ね、多分アーカイブって話だけで、自分診察の方に行ったので上の方に行って停電が起きたか引き返した可能性はあります。うん、で3人。柿さん、松井先生、咲夜さん、容疑者。僕が来るもボタン押してるでしょ。そうですね。あれ咲夜さんって左上の方で見られてるんじゃ。見られてそのままで、ヌンで右側に行ってギリキルしてる。あ、いけるか。ギリね。いけるか。ゼロゼロではないです。いはい。いけるまあ、そもそもヌンに乗ってるかどうかわかんないですし、ね。あの、小林さんに左で確認されてるので。もうこの時点でローラーしてほしいので、自分に入れてください。夏目に入れてください。夏目に入れてください。どこまでローラーしてほしい。どこまでローラーしてほしい。もう容疑者全員ローラー。ああ。ああ、これ釣るべきだったか。夏目かきさくや。でもかきさんプープープーって言ってないですよ。よくないよくないよくない。ちょっと思ったけど、ちょっと思ったけど、それは言わない約束でしょ、それは。ぶっちゃけちょっと思ったけどさ。めちゃくちゃ思ったけどな、まさに。珍しいパターンだ。まあ、ムーンさんって誰でしたっけ、もう一人の。昨日の話で貨物という軸で置くんだったら、柿さんと咲夜さんぐらいかな、できるのはっていう。で夏目先生咲夜さん、貨物は、咲夜さん、貨物は多分無理で、昇降機右で停電直してたとしたらいけるって感じですか。そうですね、昇降機右に来たら、はい、ギリ。はい、うんまあ、ギリって話題と思いますけど、僕キッチンまで行ってるんで宿舎前ですれ違ってから。でも停電で勝ち合っていいと、もう一人いるんですよね。砂ザメです。砂ザメと誰かが絶対いたはずです。まあ誰も言わないなら寺蔵さんです、ね、それが寺蔵さんだと思うので、期待値は貨物か昇降機右ですね。ヌーの音聞いてないですか誰か、うん、ごめんなさい。あ、了解です。どこで終わりました咲夜さんは。もう息切らなくて終わったんで、
トゥク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 ぐらいで終わったんで右は行けてないですよね。だから誰か聞いてないかと思って。え、何してたんですか宿舎前ですれ違った後僕と。え、僕キッチンまで結構余裕持って到達してるんですけど、僕普通に宿舎前行って普通に乗って終わったんですけど、そんな行けました、はい、トゥクトゥクの切るか酒屋さんだった場合、うん、カキさんが普通に切るか、うん、夏目が切るかで優先度が高いのは多分客観視夏目かさんだと思うので、うんうん、まあそうですね、でも戸田さんの証言合わせたら昨夜さんが弁当入って右で切って戻ってトゥクトゥクトゥクって全然あるじゃないですか。だからあの順番の話してます。優先度の話、濃淡の話です、色の。はい、はいはい、でどっちから釣りますか、投票はもう固めてください。夏目なら夏目が自投票してもうあの絶対スプリットさせないようにするんで、サンローラーでいいですか皆さん総意としては。砂溜め東野はまあ納得、うん、その白なんお互い白で言えそうな気が、はい、じゃあそうしましょう。さっき夏目先生情報出してるんで柿さんからかなと思っちゃうんですけど、違うんですかね。自分ボタンも押してるんだろう。じゃあでも柿さんコミュ直せたぜ、そうですよ白い行動。なるほど。あら、うーん、まあサンローラしてくれるんなら全然、うん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 、はい、まあ笑ってなかったし笑ってなかったし、よかった固まっといてね。やっぱミーティングは行くべきだね初手はね。ありがとうございます。ありがとうございます。夏目先生が宿舎前の角でうずくまって三角座り、体操座りしてました。もう釣らないでください。お願いします。釣られるのが怖い。言ってること、360度違うじゃん。あ、違う、360度違う。360度戻ってる。正直、夏目のこと知らないって思ってるでしょ、みんな。ちょっと時間もらっていいですか？はい、はい、昨夜さんと東野さんのあの時間の食い違いがちょっと気になってるんで、もう少し聞きたいなって。東野さんが僕も行けてる時間と昨夜さんがその場にしかいないっていうこの時間のちょっとズレがはいなってるので、はい、ちょっとエンジンちょっと上ぐらいで東野さんとすれ違って停電になりました。で宿舎前行って、昇降機右でヌー乗って右が行かなかったぐらいで終わったって主張です僕は。うん、まあ、遠野目線だと宿舎前からエンジンに入るときに昨夜さんとすれ違ったで、その後キッチンで、停電を直して砂溜めさんが出てきたところがギリ見えたっていう感じですね。うん、なんか、うん、いや、少しかなかったと思うけどな。あれ、とりあえず僕まで、まあ、まあ、うん、今日は夏目先生かなっていう順番的には昨夜さんから行きたいですけどね、その東野さんとのちょっと時間のズレがあるので、時間のズレ、まあでもまあそうですね、音聞いたりも聞いてないのでまあ、あ、弁当読みが、ヌーンが最後、ヌーンは最後にもしかしたら乗ってるかもしれないんですけど、やっぱこう弁当で、その前に弁当使って右昇降機で切るってことですね。可能性はあるのかなとは思います。はい。まあ、東野目線、それよりもヌーン乗って右って切るしてたのを、まあ、うん、ヌーン乗ってる途中ですっていう偽って時間、うん、その可能性も全然あると思います。はい、うん、これ行き過ぎかな。東野さんと砂染さんの二郎で、実は東野さんは会ってなくて砂染さんがアーカイブ脇で貨物室の方へ直しに行ったら寺蔵さんがいて倒したっていうのはやりすぎですか？いや、その可能性もマジであると思う。だからこれストップします。お前はやばいですよ。ね、お前マジかよ。終わらないですよね、そこまで。終わらない。ストップしましょう。ストップしましょう。はい。やったーマジで、マジでストップしてない。ストップするのこれ。木神。やめとこ、奥の時は赤いワーキングの時だけでしょ。
内部です。ボタン。あれ内部。何のボタン？いや僕なんかスキップなんかノリでスキップしましょうって言っちゃったんですけど、やっぱ自分はちょっとローラーしたい派ですね。僕もローラー派ですね。カキさん釣っちゃったらそれはカキさん怒るでって思って。いやいやいや、カキさん心が広い方ですよ、とつるさん。まあまあリアルな話どう、いや、やっぱちゃうかなって思って押しました。じゃあ。合わせますね、ローラースカーまあまあ夏目先生じゃあじゃあお願いなんですけど、夏目だけつっていただいてここでスキップしてほしい。ボタン的にもなんでかっていうと、寺蔵さんの確かに上に行ってたんですよね。最初ランジの方に行ってて、で停電鳴ったのが夏目が診察室にいる時に停電が鳴ったので、寺蔵さんもラウンジを進んでるかタスクをやってるかだと思ってて、で手で鳴って引き返したって考えるとリフト右側には行けないと思うんですよね。自分の最終位置はエレクトリカルの右側なので、引き返しているのであれば自分手でガン無視で、普通に進んだんで、昇降機の右側まで寺蔵さんがたどり着けないんじゃないか、時間的にってことですか。そうです、たどり着けないかなって思って柿さんかなって思ってます。うん、まあ昇降機の右側が仮にしたい位置とは夏目先生一緒だと考えづらい。あ、そうですそうです。でもそれだったら勝ち合った人が誰になりますか、はい、寺蔵さんですよね。寺蔵さんが貨物室ってことですね。貨物で、はい、で貨物で柿さんが弁当でひょこって出て、アーカイブ空きってこと。アーカイブで殺してっていうのは十分にあり得る。寺蔵さんが勝ち、勝負に勝ち合うんだったら、その前に柿さんがアーカイブは聞いて停電直したのか、ボタンを押して下行けしたくってそういうことかな。そう、センタンが言ってる通り柿さんがアーカイブ脇の寺蔵さん勝ち上がってるところでラウンジ付近で殺してボタンっていうのが多分自然だと思います、うん、まあ、夏目先生入れます。あ、はい、夏目に入れてもらって構わないので。やだー、ちょっと不安定。痛い、やばすぎる、やばすぎる。バイバイ。毎回そのテンションで持ったら身が持たんぞ。まあ、先端さんの死体が、メインホール右側の除染室の中です。はい、はい、今砂染さんってどちらいますか。シャワー室です。はい、ね、あの東屋さんとドズルさんが扉開けて左に向かっていくのを見届けました。あ、合ってますね。はい、はい、ね、あれば砂染さん、そうですね、はい、僕シャワー室入る前にメイン右側そこに死体がなかったのを確認しています。うん、はい、以上です。なんでドズルトーや砂ザメは多分無理なんじゃないのかなって。この3人は難しい。そう見えてますね。はい、僕もそう見えてます。でも僕あのエレキにいて今エンジンでだからメインホールを通ってエンジンに行って右の除染室のとこにはまあ当然あの死体発見ボタン出ないんですけど、まあ僕は怪しいけど左から来てる人は見てないとか。車さんどこにいるんですか今。今エンジン。ああ、いいんじゃないか。はい。昨夜さんと。昨夜は電気室で、ドズルさんか誰かとお会いした後に診察抜けて、貨物のタスクよりラウンジ、アーカイブ入ったところで終わってます。うん。千早さん。千早さんは。会社を直しました。ああ。なるほど。それが一番強そうですけどね。米サボ直したのが白い黒いどっち？
白ソース。ああ、白。え、そのドズルさんの感覚的には、例えばその千早さんがキルしてコミューサボを直しに行くっていう時間はありますかね、そのドズルさん。それは全然シャワーに入って、あ、ごめんなさい、直近キルっぽく取られちゃったら申し訳ないので、僕シャワーに入ってタオルすべて拾ってタオル全部入れて、あ、やってた、タオルタスク、うん、はい、で僕出るところ見てます、それ、はい、はい、一緒にやってた。なんで、ごめんなさい、キル時間は全然わかんないです。あ、なるほど。なので、まあ千早、クロム、昨夜一郎かなと、うんうんうん、で多分まあ一郎連れてんじゃないのかなと思っちゃってます。まあ三四郎出たのでローラーしてもいいですけどね。で僕は初日から昨夜さんめちゃくちゃ疑ってるんで、昨夜さん入れちゃいましたけど、三四郎が本当ならですけど、あ、僕釣られるんだ、終わらないので、なんだろうな、もう一回考え直してください。大丈夫、ね、頑張るぞ。これは便乗で投票されたか。これはすごい。ノリ投票。相方がすごい。よくあんな最後ギリギリで4票も集まったな。押せるんだったら二郎はいないのか。そうですね。うん。あれ初日容疑者がほぼあの3人だったんで、一応、ね、そうなんですよね。あ、ごめんなさい、昨夜さん入れたのは実はその意味もあって、まあ、もし二郎残ってるとしたら昨夜さんが黒だろうなと思って入れました。あれ、東野さんにちょっと質問なんですけど、はい、ドズルさんのセルフってありえるんですか。あ、すみません、セルフはありえますね、ギリ。マジですか。ああ、そうなんですか。それなら僕目線、東野さんちょっと怪しい動き、まあ言わないんですけど、あ、言わなかったんですけど、がっつりもう死体も見えるぐらい結構下側だったんですよ。通路ですか。はい、通路側だったのに、東野さんはそのまま通り過ぎていって、なんで通り過ぎるのって思いながら僕はレポートしました。マジか、ドズルさんがセリフじゃなければもうローラーしちゃえばいいのかな。その僕のセリフを出すんだったらちょっと、いやけど ほぼないとは思ってます。コメサボ乗ってしばらく経ってるので、先端さんが女性にずっと居続けないと多分そのキルと思うので、タスク終わんないですよね、これ。ないっすよ。え、だから光らなかったですよ。光りました。いやもう絶対光ってます。光ってますし、はい。じゃあ東野さんなんじゃないですか。いやでも切るタイミングないです。オッケー。切るタイミングで。でも多分ドズルさん目線で東野さん切るするタイミング多分なくないですか。ほとんど一緒にいましたよね。ないと思います。はい。はい。だから多分ドズルさんは東野さんができなくて、東野さんはドズルさんのセリフの可能性がわずかにあるっていう場面です、ね。まあ、ほぼないので白置きしていいと思ってます。いや、ほぼないで白置きするんだったらもうローラーしちゃっていいんじゃないですかね。要するにクロムさんと千早さんをっていう、ね、ローラーはできないっすよ。あ、私ボタン余ってるかな、多分。そうや、ボタンがあるはず。なので、まあ、ちゃんと配置すればローラーできると思いますけど。タスク勝利がきついんすよね、正直。頑張れクロム。だからでローラーするなら千早さんよりクロムさんかなって印象ですね。コミサボ直してるので千早さんが。ああ、なるほど。位置的に。僕もだからコミサボ直してるからこそ千早さんが黒だと思ってないから、だから僕は千早さんにも入れないし、スキップします。危ない。危ない。これ固まってんじゃない。これなら、僕クロムさんに入れます。フリーズするかも。やばい。やばい、フリーズするかも。おーい、ちょいちょい結論言った方がいいよね。フリーズしまくって、そう、これやばあ、間違えた。いやー、それやばくね。あー、フリーズしとる。フリーズしてない人殺されたらもう全員殺されて終了では。ボタン残ってる人をフリーズしたんじゃない。あ、大丈夫、砂止めさんがあるで大丈夫。手の体に残された人も死んだ恐怖が始まる。頑張れ砂止めさん。終わってては、ゲームをミートしますね。ナイボです。ありがとうございます。いやー、クロムさんがめちゃフリーズしてました。ちょいちょいちょいって言ったのに。皆さんスキップのところで罰を押すんでしたっけ、これって。これ全員バツ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 としてフリーズしたらですね。で、あ、なるほど。僕でもバツした方がいいです、一応ね。残り3秒でもう、なんか投票受付終わっちゃいました、なんか。あ、マジかと思って。全員フリーズしたら。早めに止まったのか。なんかギリじゃない気がしたんだけど。
一郎は 100% 落ちてるのでタスク勝ち狙うならスキップでいいと思います。で、まあ、攻めるならクロムさん千早さんでいけると思ってます。僕はさっき城を出してた3人が揺らぎ始めたんでなおさら入れられないっす。揺らいでなくないですか。揺らいでません。めちゃめちゃ自分視点からそもそもデラゾーさん先端さんがどっちも作屋さんって可能性あると思うんですけど僕。うん、いやで、ああそれはああそうか確かに。その場合って別に関係なくないですかこの5人の。あすいませんそれ終えてなかったです。そうですね。だから嫌なんですよ俺はローラーが。ああなるほどそういうことか。はい。確かにそれは。いやタスク頑張るかじゃあもう。確かにそれは本当その通り。あそっかそっかそっか酒屋さんそうだ。だってこの部屋ってちなみに2キロしか起きないですからね。釣りに釣ってますね。まあじゃあ分かりました。はい、初手キルの容疑としてサンローラーしたって考えて、はい。うん、超絶フラットに。いやー電気室があるんだよなこういう時に限って。怖え。あれ電気室あったっけだもうタスクうろ覚えだな。まあまあ頑張りますタスク。でも完全にフラットでいいですか？認識は。まあ、もうおのおのに任せます。おのおのに任せますけど正直やっぱトヤさんとドズルさんはやや白目には見ちゃってますやっぱり。うん。同じくですね。うん。まあでも昨夜さんが2キルしてたら全員わかんないと思います、ね。全員わかんないし、うん、まあ昨夜さんが1キルだとしたら。あけどそれで言うと昨夜さん2キルの場合僕がもうひたすら昨夜さん釣りを押してたので白目に見てほしいくらいですかね。うん、確かに。それはそう。昨夜さんが黒だったら東野さんは絶対白。東野さん白い、はい、うん。ありがとうございます。ああ、そうなっちゃうのか。折衷案ってわけじゃないのか。これ夏目一人も殺してないのに。一人も殺してないのに。夏目先生がローラー止めようとか言ったからさ、サンローラーが成立しなかったんじゃないの？はい。ごめんなさい。なぜ素直だ。いや、ごめん。僕も言い過ぎた。そうですよね。言い過ぎだったら分かんないよね。引いたら落ちてくる。そう。恋愛と同じですよ、寺蔵さん。恋愛と同じ。うぜぇ。どうなら。誰だろうなぁ、最後は。あ、シンドル。かなりうまいね、インポスター。うまい。どこで死んでますか？めちゃくちゃうまいっす。どこで死んでる？死んじゃった。ミュートした。あ、どこで死んでますか？まあ、場所はわかんないですけど。場所がわかんないけど。毎回見た。右上ぐらいじゃない？ああ、金、貨物の金庫。おわいいとこ。おおすごい死んだ。メインホールで死んだ。おお死んだ。やばいぞ。すごい勝つかも。うますぎた。いやこれ黒川くるもんダウンロードしてるな。まあ、頑張れ。ドキドキしてそう。かも。マジかも。いやこれ勝ったらノージル出ます。何キル？これ三キルしますよこれ。これはもう。負けてやんすよ、ね、頑張れ。お、下がっていくんだ。あ、ちっちゃ。おいいぞ、クロムに会え。あ、クロムおる。クロム下、お、来た。あ、そっちだ、左。うわぁ、あー、うぃーあー、どっち行くんだ。あれ、あ、どっち行く。やれ。うわぁトウヤさんがナイスキル。トウヤさんキルなんだあれ。ヤバさんキル。めちゃくちゃ頑張った。おめでとうございます。すごい。すごい。トウヤさんの目をかいくぐってよくキルできたな。マジ。僕とクロムさんが出た後即切って入ったって感じですか？先端。そうですね。そうです。そうでタスクしてるフリしてるったのがもうメンタルがバケモン。死体のすぐ近くで合流して最初のサンドラがなかなかいろいろ問題が出ちゃいました。なんか昨夜さんが結構疑われてたのに最後まで
生き残って、しかも先端が死んでからサンロラがそうですね、うんうんうん、されでもそれも2回スプリットしちゃったのが本当良くなかった。そう、それも誘導してましたかね、東屋さんが言ったのが決めてて、桜屋さん釣られたんで、そこもうまかったですね。いやー、東屋さん、いやー、終わりましたね。すげえ。いや、よかった、今クロムがスルー、クロムが右行ったら死体発見された。右行ったら死体発見された。右にあった、メインホール。あれ、貨物ですよね、最後。ドズルさん、多分。あ、僕貨物で死んでます。あ、ですよね。ここに、コミュニティで間に合わなかったなぁ。いやいや、でもでた正直夏目先生釣っちゃったのが間違いだったんじゃないのかな。どうだ、いやでもね、いやこれはもうインポさんがうまかったの、うまい一つだと思いますけどね。タッカー視点だと夏目釣りまでは絶対行かないと言う、うん、あの拡散釣っちゃったらもう、そうそうそう、さすがにかわいそう、俺がさくやさんって感じ。いやー、でそれでカキさん笑ってなかったから。それめっちゃ思ったんだよね、言わないようにしてたけど。でもそれ多分口に絶対口に出しちゃいけないんだろうなと思って。どうも夏目笑ってくださいどうしますもんで言ってるのにさ、え、これスプリットすんのって思って見たら柿さんかみたいな感じです。うん、いやもうどうしてもなんか潜在的なその作家さんに対する懐疑心が拭えないまま進行しちゃってたのが、うん、リアキューで終わりちゃいましたね。うまかった。キロン誘導。そこの、あ、じゃあ僕もこの作家さんに対してのね、情報も東屋さんからだから。東屋さんなんで、そうそうそう、いや、うまいな、うまい、うまい、うまい、綺麗の場所もうまかった。ありがとうございます。